小田巻族は、金峰外科の族の一つ。ラテン名のアキレギアやアクイレギアということもある。本属の植物の総称が小田巻である。小田巻は、漢字で小田巻を当てるが、これはもともとは、旗織りの際に使う小田巻という糸玉に由来する。小田巻は絡むし、浅、構ゾの繊維を糸にした時に丸めておくもので、丸みのある花の形を、中が、中空の小田巻に連想したもの。 したがって、小田まから、小田まは作らない。根室用は、普通2回3室服用で細かく分かれ、先端には丸っこい小葉がつく。茎が高く伸びるものでは、やや小型の形容が出る。花の外側の花びらのようなものは、実は、花弁ではなく額である。花弁はその内側にあって、ややまとまって筒状になる。花弁の基部からは、 角上の巨が伸び、額の間から外に突き出る。前奏が有毒。日本、アジア、ヨーロッパに約70種自生し、日本のものは山野草として愛好される一方、外国産のものには品種改良が行われ、園芸植物として広く市場に出回っているものがある。日本には山小田木、宮間小田木の2種が産地から鉱山にかけて分布する。 マ間ダ玉木はむしろ山野草として栽培される。なお、姫渦はこの属に含めることがある。ありがとうございます。